そっと出た瞬間終わったわ。皆さんこんばんはです。今回は長野旅行戦利品紹介。ということで、本当に今帰ってきました。本当に本当にもう帰ってきたてです。はい。でもうね、ちょっと疲れましたね、マジで。旅行って疲れるね。はい、ということで、長野旅行でのゲームセンターでの戦利品を紹介したいと思います。まずは、はい、ロングチューを3本ですね。もっといっぱい落ちたように見えたじゃん。手前にね、なんか縁みたいなのがあって、そこに乗っかってたわ。あ、ロングチュー3つと。これうまかったね。これまたまた、これコレクションが、これね、これ戦利品ですか。あの首みたいなもんよ、武将の。これうまかったですね、上手だったね。はい。100円にくれでチョコスナックが、8本。まあギリトントンかな。ニクレで8個、まあトントンじゃないかな。お得かも。あと食べられないものですね。はい。うえ、気持ち悪い。あ、かわいい。え、かわいい。え、これ気持ち悪いものだと思ったらかわいいんだね。あ、こういうマークなのか。髪の毛ついてると思ってずっとこうやってたんだけど、違うわ。はい。気持ち悪いよねけど可愛いんですよね。お尻から出てるこれ。え、違うわ。これ指人形にこのムカデさんが、ゲジゲジかな、がこう頭突っ込んで、指人形が頭にすっぽり入っちゃったみたいなことなのかな。はい。あとこれはマジで可愛い。マジで可愛くない。生きてるよ、ほら生きてるんですよこれ。ほら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 、もう手からね落ちそうになる。てかね、触ってみた感じマジで気持ちいい、気持ちがいい。このポコ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 っていう音も気持ちいいしね。可愛くない、これ超いいわ。取れ方も可愛かったしね、2人揃って。かわいい、これマジいいわ。ということで、長野県の旅はこれで終わりです。今回はそちらの、戦利品を紹介させていただきました。動物園にもね、 UFO キャッチャーあったかと思うんですけど、なくなってましたね。全部なんか子供が乗る、こうなんか昔のなんかね、子供が乗ってこうただ揺れる系の遊具しかありませんでした。ありがとうございました。これマジで、これマジハマっちゃったな。サムネこれでいこうか。ちょっと待って、マジ生きてるからさ、手からこぼれるね。長野全然関係ないけどね、別にこれ長野名産とかじゃ全然ないけどね。ありがとうございました。